授業を始めます。今日の国語の授業は複数の写真を題材として使用します。その写真から状況を汲み取り、それを正確な言葉で表現してもらいます。それではテンポよく出題していくので、どんどん答えてください。それではスタート。面白い言葉が載ってるよ。正解はこれです。ガーファの株買っとけば間違いないって。次。ねえねえ、この絵めっちゃキモくない？はい、違います。正解は Windows95T です。次。新手の変態。惜しいですね。正解はやっとうんこできるです。やっと我慢から解放される気持ちが表現された最高の一枚ですね。くそー。それでは次です。全部入っちゃった。惜しい。実に惜しい。正解はカービィとして力を早く取り戻すのよでした。これは吐いているのではなく、実は吸わせているという一枚です。くそー。次。劇団四季ストリートファイター A。 次。気象でーす。一気します。次。誰か息継ぎ教えて。違います。正解は鏡よ鏡。世界で一番美しい乳首は誰？シンデレラです。グッテンです。先生すごいな。どんどん行くぞ。新しいアップルウォッチ。違います。無事摘出できましたよ。が正解です。それでは次が最後の問題です。やってやるぞ。紹介します。これが父の仕事です。正解。今日の授業はここまで。来週までの宿題で2つ画像出しとくから、各自考えてコメント欄にコメントするように。以上。みんな最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録は下のアイコンをタッチ。またご意見やご感想もお待ちしております。下のコメント欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。